あらわはテミス山内。この戦いもついに終焉。天が味方するのは一体どちらなんだろうな。ほら、名を名乗れ。勝利の鍵は俺の手に。新緑に染まれ、グリーンロブスター。白井だ。今回もグリーンロブスターなのか。勝ったか。そしてお前のアイテムを一ついただいた。ふざけよって。まああげるよ。優しい。今回は優しい。これがカタストロフィーの始まりだ。世界は今闇に落ちる。ハイパービキニレクイエム、小笠原だ。ハイパービキニレクイエム？笑ってるんじゃない。俺は業を背負った。それを包み隠さず生きていくのが闇の住人というものだ。なるほどな。では改めてこのゲームの掟を伝える。使うのはこの黒歴史カード。もうおなじみだな。このカードを5枚ずつランダムにそなたたちに与えよう。5枚あるか数えてみよう。それぞれ1枚ずつ先行後攻フィールドにサモンする。そのカードがよりテーマに合ったものだといいんだよ。わかったかい？どうした？わかったよ。カードと名前、そして写真が頼りだ。そうだな。また追加攻撃能力のあるカードもある、うん、追加攻撃能力。ああ、俺は前回やった。だが全部墓穴を掘る内容でしかなかったから正直出さないでほしかったぞ。互いにライフは2、うん、負けるとライフが1つ減る。ああ、ゼロになったら夜な夜な枕を濡らすほどに赤面必死の裁きが与えられるんだ。ああ、もう骨身に染みてるぜ。今回のテーマはチン。あ、チン。わらわがより珍しいなと思う。珍しい。そういったエピソードを出すんだ。珍しい黒歴史ってことか。わらわの昔の珍しい黒歴史はな。お、わざわざ自らここに来てか。何何教えてくれるのか。こういった風にコスプレをする仕事がやたら多いんだ。あ、そういった時アマゾンで全て衣装を買うんだが、うん、今私のアマゾンの履歴が大変なことになっている。この女王、坊主の頭、袈裟などいろんなものがあり、ついにあなたへのおすすめで SM 嬢が出てきて。自腹なんすか衣装、これも1万円。自前、それも自前だったの。自前なのそれ。自前だ。それどうするんですか。演出家から言われたんだ。自前で金がないと。いや、シビア。確かに僕らもね、ほぼ自前だったけど。こういった珍しいエピソードを出せるといいかもしれない。なるほど、確かになかなかないな。これ超えない多分。この10枚、計10枚。ではファーストバトルの先行は小笠原。最終戦にして俺が先行か。いいのか俺に先行など渡してしまって。いいよ。第2戦、俺が敗北を喫したあの戦い、一番打率が高かった職業、それはキャバクラ店員。そしてここに来て、お、国民的ヒーローの名を冠したキャバクラ店員が俺の手にある。初っ端から叩き潰させてもらうぞ。サモン。34歳キャバクラ店員、僕アンパンマン。なんだって。とんでもないことだ。自らアンパンマンを名乗る、この日本でだ。リスクがありすぎるぞ。アンパンマンを自らだいぶ噛んでいるぞ。もも正直リスク動揺している俺は今最強のはずだ。俺が召喚してやんよ、黒歴史サモン。4歳の時にアンパンマンに憧れすぎて変身セットを買ってもらうと、それを身につけた僕はマンションの5階から飛び降りました。下が砂場だったからまだ助かったけど、コンクリートだったらヤバかったみたいです。おい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 、待ってさ、あのおい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 、やめろ。キャバクラ店員は話の宝庫なのか。やめろやめろ。どうだこれ。ただ珍しいな。珍しいという一点において確かにやめろとはなるけども、いや誤解は高いよ。砂場でよかった本当に。ちょっと、ね、ちょっと声が詰まっちゃうぐらい動揺しちゃった。びっくりしちゃった。いいカードだった。おテミス直々に。手応えありってか。よし、さあかかってこい。俺の手札はな、たわわだぜ。たわわだと。たわわな手札から何が繰り出されるというんだ。サモン。19歳キャバ嬢、幼稚園で〇〇〇ぐるい。丸幼稚園で〇〇〇ぐるいだと。カードが信じる俺でもない、俺が信じるカードでもない。カードを信じる
俺を信じろ、黒歴史サーモン。幼稚園とかの話なんですけど、私お母さんと夜になると出かけるんですよ。毎日ホストに行くんですよ。でもお母さんがハマってたわけじゃなくて、私がハマってて、私もホストが大好きで、その時ナンバーワンのホストがいて、たくみくんって言うんだけど、毎日指名して、で朝までたくみくんとずっとおしゃべりして、でそのまま幼稚園に行く。お母さんの知り合いだったから、ホストのそのオーナーが、ママがそこのお店行くよってなって連れてってもらって、そしたらもうハマっちゃって、たくみくんに。多分日本中のどこ探しても私がホスト狂いになったの一番早いと思う。だろうね。いや、チン、これはこれはチンだね。まさかの丸々狂いで、まあホストではないんだろうな、なんだろうなって思ったらホストなんかい。しかもこの話で一番株上がるのたくみくんだよ。いやね、いい人いい人だよ。まあそしてやっぱその経験を生かして今キャバ嬢やってるってことです。確かに。あ、追加攻撃発動。なんだと。アフターデートは動物園。おい、これとちゃんと追加攻撃じゃねえかよ。かわいいアフターって言ってももうだから朝まで通ってたでしょ。まあ、お昼に行くっていう。体力がすごいよね。まず幼稚園児の体力じゃないしね。確かに。匠くんもいい人だな、本当に。本当に。ジャッジメント。勝者は白石。いやー、危機に愛されたぜ。これは強かった。あ、なんだあれは。あいつ主人公のくせにすごいなんか手のひらの上で、食べてたのか。鳥のバーストストーリー。命は半分失った。セカンドバトルを開始する。よし。そうだな、マジでいいエピソードだったな今のは。最初にピッと見た時に感じた君のこの圧倒的圧力を信じたい。サボン43歳美容師ヤマシャーク。ほう、これは気になるな。確かに絶対サーフィンやってるよ。我が人生に一片の悔いなし。黒歴史サモン。25年前ぐらい、学生の頃に暇だったんですよ。強くなりたいと。根性焼きでここに北斗市で金賞になれるから、なんかね、それだけじゃ強くなれなかった。基礎神経を学んでなかった。いや、まあ珍しいとは言えば珍しいが、まあ、その珍しいポイントってところよりも、ここに来てようやく、あ、黒歴史らしい黒歴史だなと俺は思ったぞ。俺だって小中の時に地獄先生に憧れて手にマジックで鬼の手描いてたぞ。そういうことだろ。黒歴史をわざわざありがとう。この後に及んで引く。いや引いてない。引かれる。引いてない。彼が根性焼きで北斗七星で作ってるその状況を思い浮かべたらちょっと面白いよ。いや、痛々しい。うおーみたいなこと言いながら作ってたわけだ。熱い熱い。高校のいいところは相手の出方を見てから動けるってとこだな。確かにな。サモン22歳看護師。看護師。生まれて最初の言葉。おー、いいじゃん。普通はママかパパだぞ。そうだな。泣き声一斉なのかどうなのか気になる。言葉か否かというものだな。俺が新人間界の神となる。黒歴史サモン。に赤ちゃんの時初めて喋った言葉がババアだよって言われました。待て。でも車通ったのうんで一瞬だったけど。いやちょもうちょっとあるじゃん。導入の部分もうちょっとあるじゃない。いいオチだったなって思ったらもうオチしか、オチっていうかもう最初からオチみたいな。出来事で終わったっていう。ただちょっと想像力をかきたてられるこのエピソードでしたね。なぜ第一声がババアの。まあ確かにな、その家庭の中でどういう感じだったのか。だからもう
もうお父さんがしょっちゅうババアって呼んでたのかな、まあ、とか、まあ、そうじゃないかもしれない、もしかしたらテレビでね、うん、流れてたのかもしれない、うん、テレビでどんだけババア言う作品見てたのよ。ジャッジメント、なんかかっこいい、勝者は岡沢ら、うわくらえポッター、さあ、なかなかやるじゃない。最終戦にして互角に持ち込んでやったぞ。初めての展開だな、グリーンロブスター。いい勝負だったぞ。ではサードバトルだ。こりゃ難しいぞ。最終戦の先行が戦いの最後、俺の最後の一手を飾るにふさわしい。サモン22歳飲食店勤務、中二病。ここに来て中二病というワード、そして見ろこの完璧な流し目、こいつ痛々しいだろうなっていう感じ。失礼だな。いや中二病をいじるときは得てして失礼になるもんなんだよ。そうかそうか。話は布団で聞かせてもらう。黒歴史サモン。右手が包帯巻いて投稿したりとか全然普通にあります。本当にあります。暴走しないようにとか、そういうこれ外したらやばいみたいな。お前その見た目で、すでに自らこれを超えた中二病の話をしてしまっているからな。俺の鬼の手の方が深い、うんうん、追加攻撃があるかもしれない。あるかもしれない。そうだ。どうだ。あるぞ。何？くらえ追加攻撃。右手が力を発揮した時は一度もなかった。そうだろうな。分かったよ。では後攻。サモン。23歳男性。必殺技。飛び蹴り。文面だけ見るとありがちなように思えなくもない。うん、何の飛び蹴り、誰の飛び蹴りなのか、そしてそれがいつどこで発動されたのか。ピーリカ君なら、おもりな、ベルベルト完璧にサモン。中学校2年生の時に部活終わった後に友達と遊んでて、まあ格闘技みたいなの流行ってて、で飛び蹴りで花壇に足を引っ掛けて全治6ヶ月の骨折をして、2本足の骨があるんですよ、どっちも折れるっていう、複雑に骨折するっていうぐらい、すごっ。もう飛び蹴りっていうかドロップキックしに行ったところだよね。そんなことある？ポケモンで飛び膝蹴り失敗してもそんなダメージ食らわないですけどね。両足同時骨折ってとんでもないっすよ。それは口に両膝ブーンって言ったってことか。まあ、花壇に行っちゃった。これはまあ珍しいんじゃない？珍しいは珍しいですよ。なんか普通に感心しちゃったよ。普通に感心しちゃったわ。いやまあまあ、ではどうだこれ、最終戦のラストジャッジメントを下そう。わからない、きっ抗しとくれ。勝者はナナナナ、あれあれあれ、ナナナナナメクジ、あ、ナメクジ、ナメクジ、ナメクジ、僕と君と二人で歩む二人の未来、一緒に作っていこう。愛してるよ。白い、よし、ダッチャー、楽しいデュエルだったぜ。なきゃまったぞクノーラが、やめてくれけ。セルフなんだよな。セルフでやってくれる。では敗者には罰ゲーム。俺にこれを食してもらおう。あ、それはなんだそれ。班長、それはやめてくれ。私の主食だ。主食なの？これもしかしてサソリだ。ああ、確かに食べてそうだ。ああ、テミスさん、俺にこれを食えって。負けただろう。勘弁してくださいよ。俺確かに今
戦い負けで債務者だけど、地上に出ればパチンコでこの借金なんてすぐ返せるんだ。いや待てくれ、こんなサソリを食うなんて。小川さん、知らん、話が長い。その通りだ。どうだ、サソリは食ったことあるか。ないな。そうか、虫はどうだ。虫、なんかイナゴとかは食べたことあるけどな。いや、シンプルに超怖いけど。これ、針も食べるの、サソリって。まあそうだろう、全て食性、過食部位なんだ。敗北者よ、地獄の裁きを受けたまえ。さあ、ハイパービキニレクイエム小笠原よ。よく覚えてたな。もだえる姿を我々に見せてみろ、食性。自分で食える。あ、どうだ。にっけ、なにこれ。あ、苦いんだよサソリって。あ、なんだろう、なんか旨味とか全部抜いてただ生臭いだけのエビの殻食ってるみたい。あ、まだ、ない、ないのか、ビール、ビールはないのか。口の中が、口の中が腐ってんだよ、こっちは。勘弁してくれよ。なんで俺がこんなに変わらなきゃいけないって。やめろ、触るな。俺にこれ以上近づくな。俺にも近づいてみろ。このサソリをこの部屋中に吹き散らしてやるぞ。口の中にいい感じに粉末になってるんだ。いいのか、いい感じに湿り気を帯びたサソリが共演者、スタッフ、機材全員に振りかかることになるんだ。小笠原君、今張り切っております。ちょっと映像ということもあって今張り切っております。まずい、まあ、ゲップをすな。本当にまずい。では二人ともお疲れ様。長い戦いだったな。ここから始まる世界は色々な経験をさせていただいた。そして我が宿敵フェニックス白井改めグリーンロブスターともこうして決着をつけることができた。まあ俺の負けではあったが、次の機会があれば俺は負けないと言っておこう。あとサソリはもう食いたくない。以上だ。1戦目2戦目とちょっと VTR にヒヤヒヤしたが、だがこの3戦目あいつらの力を見せてもらったよ。そしてまだ見てない手札もあったからな。その黒歴史が気になるところだが、きっとどこかで見れるチャンスがあるはずだ。ああ、みんなもぜひこれからも目を離さないでいてほしい。次も勝たせてもらう。
聴者の皆さん、2人がこんなに体を張ったんだ、バズらせろ。さらば。マジで頼む、よろしくな。まずい、呼吸が臭い。